400万人に上るイスラム系移民を抱えるドイツ。町にはイスラム系の商店が軒を連ね、1000人以上を収容する大規模なモスクが誕生しています。町がイスラム化していくことに反発する市民とイスラム系移民との間で今対立が激しくなっています。That a lot of Muslims, they are, they've got a sort of land-taking attitude. They don't want to integrate themselves. Sort of, they just keep themselves separate. Diese Menschen aufgrund der Herkunft und Religion zu diffamieren, ist für mich Kulturrassismus pur. 移民との共存をめぐる議論に揺れるドイツの現状を見つめます。増え続けているイスラム系の住民とどう共存していくのか、ヨーロッパでは共通の課題となっています。中でもイスラム系の移民が多いドイツでは、この問題をめぐって激しい議論が起きているんです。その議論のきっかけとなったのがこちらの本です。題名は自ら壊れゆくドイツ。我々はいかに自国を危険にさらしているかというのがサブタイトルになっています。イスラム系の移民の急増によってドイツの伝統的なキリスト教文化が壊れてしまうと警告しています。去年秋の出版以来120万部を売り上げるベストセラーになっています。この本の出版をきっかけに移民をめぐる議論が今かつてない高まりを見せているようです。自ら壊れゆくドイツの作者ザラツィン氏です。執筆当時ドイツ連邦銀行の理事という要職にあったザラツィン氏が移民を批判的に論じる本を出版したことは社会に大きな影響を与えました。Diese Einwanderer sind Bildungsbeteiligung und Arbeitsmarktintegration weit unter dem Niveau nicht nur der Deutschen, sondern auch der übrigen, also Zuwanderer und deren Nachkommen. Islamischen Ländern bewirken, dass die ökonomische und der gesellschaftliche Bilanz der Einwanderung aus diesen Ländern für die aufnehmenden europäischen Staaten eindeutig negativ ist. Zaratin 氏の主張は、イスラム系移民がドイツ文化に同化していないと不満を持ってきた市民に広く受け入れられ、イスラム系移民の学校の建設などに公然と反対する運動も起こっています。これに対してイスラム系の移民たちは自分たちを攻撃する論調をイスラム教徒を標的にした人種差別だと抗議しています。Dass er versucht, die Problematik auf die Herkunft und auf die Ethnie zu differenzieren, zu reduzieren und dann diese Menschen aufgrund der Herkunft und Religion zu diffamieren, ist für mich Kulturrassismus pur. Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Risse in unserer Gesellschaft schließen, das ist die Aufgabe der deutschen Einheit. スタジオにはドイツで取材をした酒井記者です。酒井さん、はい、今ドイツではイスラム系の移民に対する反発というのが相当高まっているようなんですが、なぜ今、まあ、そういった状況になっているんですか？はい、これはドイツ政府の移民政策の限界が露呈したと言えます。ドイツ政府は半世紀前トルコ人をあくまで国内の労働者不足を補う一時的な労働者として受け入れ始めたんです。しかし彼らには自分たちの文化や家族があります。労働者たちは母国から家族を呼び寄せて定住するようになりました。ドイツ政府はその後トルコ系の住民を一時的な労働者として扱う政策を転換して、納税などのさまざまな義務を課す代わりに永住することを許したんです。その結果トルコ系を中心としたイスラム系
イスラム教徒の数はですね、この20年間で200万人から400万人に倍増したんです。ところがこうした労働者はドイツ語を十分に話せない住民が多いんです。さらに金融危機を発端とした不況でドイツ人の間でも失業者が増えた結果、ドイツ人の間では移民が我々の税金で生活をしているとかですね、移民たちが我々の仕事を奪っているという不満が積もっていたんです。そんな住民の心をつかんだのがこの自ら壊れゆくドイツという本だったんです。地元の住民とトルコ系移民との対立が今も続いているケルンの街の現状を取材しました。カトリック大聖堂で有名なドイツ中部の街ケルン。ケルンの大聖堂からおよそ4キロ離れたこの地区にドイツで最大規模のモスクの建設が進められています。異彩を放つこの巨大なモスク、完成すれば1200人の信者が一度に集まることができます。建設しているのはトルコ移民の団体です。Da kriegen sie keine Luft, ne? Ist das nicht schön, ne? Deswegen, wenn du eine große Moschee wird, da waren wir sehr glücklich, ne? Nicht durchweg frei gewählt worden. 3年前、このモスクをめぐって衝突が起きました。市が建設許可を出したことに反発した住民と移民を支援する住民との間で対立が激化したのです。完成が近づくにつれて地域のイスラム化が一層進むのではと懸念する住民が増えています。こうした住民感情を受けて反イスラムの立場を取る地域政党が活動を活発化させています。プロケルンという名のこの政党、おととしの選挙で5人の市議会議員を当選させました。メンバーが定期的に集まり、どうすれば地域のイスラム化を防ぐことができるのか話し合っています。alltäglichen Leben, wenn beispielsweise in Kindergärten und Schulen kein Schweinefleisch mehr gegessen werden darf und sowas, also das führt zu weit. Das verstehen wir unter Islamisierung und auch Überfremdung, das lehnen wir ab. That a lot of Muslims, they are a little, they've got a sort of land-taking attitude. They don't want to integrate themselves, sort of, they just keep themselves separate. エレン・ゼンガーさん、73歳。モスクの建設許可が出された3年前、この政党に入りました。ゼンガーさんが暮らすこの地区にも多くのトルコ系の住民が住んでいます。馴染みの洋服店やパン屋がこの数年の間不況によって次々に閉店し、トルコ人が経営する店に姿を変えたのです。Das Stadtbild hat sich ganz verändert. Also man kommt sich schon vor wie klein Istanbul, wenn man weiter die Straße runtergeht, ne? 一方、トルコ系の住民の多くは自分たちへの反発に戸惑いながらも交流を通じて何とか地域住民との融和を図ろうと模索しています。It's important for the future of a society to be in contact, to speak with each other, not just about each other, in fact, to speak with each other. This is a symbol for being here, for staying here, and to be part of the communities here. ドイツの一つの町ケルンがですね、まるでイスタンブールだという、市民の声にはびっくりしたんですけれども、なぜここまでその対立が先鋭化してしまったんですかね。そうですね、その背景としては、そのドイツの移民の人たちがなかなかその地域の、ドイツの社会に溶け込んでいかないということに対する長年こうドイツの市民が鬱積してきた不満というのがあります。それが今回の著書ザラツィン氏の出版によってですね、
多くの人々がその不満が一気に吐き出されたという感じだと思います。Meine Eltern haben das hier aufgebaut. Ich war dabei, zweite Generation. Ich habe auch gesundheitliche Probleme dadurch bekommen. Ja, in Deutschland, also überall sehen Sie in diesen Häusern, Straßen Arbeit von Türken und anderen Ausländern. Ja, und viele sind undankbar. やはりそのトルコ移民の方々の言い分というのもあって、こう両者の融和というのはなかなか難しいように見えるんですけれども、この古くて新しい問題に対してドイツの政府は何かこう取り組みというのをやっているんでしょうか。はい、ドイツ政府はですね、融和の鍵を握るキーパーソンとしまして、イスラム教指導者に注目して、去年の秋から彼らを対象にしたドイツ社会の基本理念を教える学習講座を始めたんです。学習講座、はい、イスラム教指導者にドイツ社会のルールや考え方を学んでもらい、彼らの口から多くの信者に伝えてもらえれば、理解を得やすいのではないかというわけなんです、うん、はい。Die Trennung von Staat und Kirche ist eine Grundwertung der Verfassung. Die ist zu akzeptieren. Es gibt keine Integration der Islam, wenn der Islam dies nicht für den weltlichen Bereich akzeptiert. Die prinzipielle Gleichheit von Mann und Frau im staatlichen Bereich muss akzeptiert werden. Dass sie diese Kluft schließen, sozusagen, und dass die Gesellschaft sich näher kommt und sich viel besser versteht.まあ、ドイツ政府の側もですね、まあ、ドイツの、まあ、基本的な理念である憲法をまず守ってよく理解してほしい、まあ、社会に馴染んでほしいと呼びかけているわけなんですが、こうした訴えはその、まあ、移民にとってはきちんと受け入れられているんでしょうか。はい、このプロジェクトに、まあ、協力しているイスラムの団体はですね、まだ一部にとどまっていまして、うん、多くのイスラム団体はそのドイツの社会の価値観とイスラムの教えをどう折り合いをつけていくのかというのは自分たちで判断すべきだとしまして、慎重な姿勢を崩していません、うん、しかしこうした政府が主導してですね、国内に住むイスラム教指導者を通じて融和を模索 していこうというこの取り組みはヨーロッパでも初めての試みで注目されているんです、はい。イスラム教徒は今ドイツだけでなくヨーロッパ各国で人口が急増していまして、各地でさまざまな摩擦や対立が起きています。イスラム系の移民とヨーロッパの人々がどうやって共通の価値観を見出してですね、対立ではなく融和を模索していくのか、ヨーロッパ各国が直面している共通の課題といえます。はい、ドイツで取材に当たった国際部の酒井記者でした。ここまでドイツで深まっているイスラム系移民との亀裂について特集でお伝えしました。